N7071、ローマの路上で、約60年運用されている、スタンダー製の路面電車 N4297、850、系統で運用されるメタン燃料の新型バスバス停、アトクは、イタリアローマの公共交通会社である。アジエンダ・トランビエド・オートバス・デル・コム・ユネディ・ローマの、アクロニムだったが、ローマ市から分離され公共交通を委託される、株式会社となった現在では、 アゲンジアパーアイ、トラスポーティオートフェロトランビリデルコムーネディローマの略としている。1909年にエルネストナタンによりアトムとして設立され、すぐに名称を ATM に変更し、1911年3月21日にコロンナ広場とサンタクローチェインジェルサレンメカンの営業を開始した。1919 19年 ATM は、 スルトの機材と路線を段階的に吸収し始めた。1926年、コムーネに代わり政府直轄クローマが設立されたため、ATM は ATG と改名、2年後最初のバス路線を設立した際に ATG からアタグに改名した。1929年12月21日、1路線だけを営業していたスルトが廃止となり、 そのすべての機材がアタグに回された。それから数日後の1930年1月1日に、路線網の根本的な整備が行われ、すべての歴史的中心にある路面電車路線が廃止され、バス路線が休止となった。整備後の営業では、内環乗船、チルコラーレインテルナから出発して、郊外側にある外環乗船、 チルコラーレ・ステルナに接続する一連の放射状の路線を構築した。路面電車線の郊外始発駅からはバスによる周辺地域への路線が展開する。これでその後の数十年ローマの路線網の特徴が作られた。1937年1月8日。 フラミーニ奥で137番と138番の2つのトロリーバス路線の営業を始めた。1944年8月9日、独裁政権の終わりとともに、町の扱いはコムーネに戻り、アタグはアトクと変わり、路線網と車両基地の再構築という難しい課題に直面し始めることとなった。戦後の最初の2年間、カミオネッタによる 最小限の営業で1947年2月からアトクは最初に修復した6路線で1948年には戦前の路線網に回復した1950年代にはトロリーバス網の拡張から路面電車のそれを援助し1960年には大きな打撃を受けることとなるその年のオリンピック見物用の路線システムで チルコラーレインテルナやチルコラーレエステルナ多くの路面電車線が廃止され、バスによる運行とされた。1972年7月に最後のトロリーバス路線が廃止され、さらに路線電車網が縮小されて、アトクの路線網はほとんどバスが独占的となりそれは現在でもそうである。2000年にはようやく最後の改革となる。アトクは車両、 路面電車とトロリーバスの設備のみ維持することとして、商業的な経営問題は外部の委託団体に異常した。アトクの屋台骨であるローマの路線の大部分はトラムブスに譲渡され、いくつかの第三の会社が周辺と、そのさらに周辺のいくつかの路線を委託された。2006年から歴史的な所在地であるボルトゥルの通りを手放し、青ビと呼ばれる、 有料駐車場所を運営していた STA を吸収し、アゲンジアパーラモービリータデルコムネディローマとなった。そのため、今では、アトクは、駐車、信号、優先車線、路面電車線の経営といった公共の移動手段を独占的に支配する。ありがとうございます。